すぐ死ぬんだからは内館牧子の長編小説が三田佳子主演でテレビドラマ化された NHKBS で放送される作品。就活なんて一切しない、それより今を楽しまなきゃ。見た目にこだわる78歳の花、若く見せる努力を重ね気合を入れて老いを遠ざけ生きている。そんな彼女に思わぬ人生の変転が待ち受けていた。荒波に溺れ乗り越え再び歩き出す花をハラハラやがて晴れ晴れ描きます。おしゃれに気遣い華麗に抗って生きる78歳の女性を主人公に、いかにして品格のある老後を迎えるかを描いた就活。ママのおごり。花さんがママさんなんですか。そう。いいですね。本当。